世界的な映画監督小津安二郎が代表教員を務めた旧宮前小学校跡地にある飯高老人福祉センターで12月2日と3日の2日間にわたって小津安二郎生誕120年記念式典が開かれました。この式典は世界的な映画監督小津安二郎生誕120年となる記念の年に小津安二郎を顕彰し次世代につなぐことを目的に飯高大洲会の主催で開かれました。12月3日には俳優の佐野史郎さんによるトークショーが行われるということもあって会場にはおよそ100人が来場しました。式典では最初に竹上市長が挨拶で今日の講演会に佐野史郎さんまで来てくれる、やっぱり継続は力なりということだと思います、これからも皆様方とともに小津監督の顕彰を取り組んでいきたいと思いますのでご協力をお願いしますと話しました。続いて佐野史郎さんのトークショーが行われました。トークショーでは佐野さんが劇団員時代に映画俳優になるために小津監督の映画をたくさん見たことやドラマ出演で小津作品を参考にしたこと、佐野さんが初めて飯高を訪れた際小津監督の飯高での生活が父ありきなどの映画に色濃く反映されていたことを知ったことなどを話していました。あの時も僕は小津監督のことをすごく意識してました。あれホームドラマなんですよね。トークショーの最後には来場者からの質問コーナーもあり、フィギュアスケートの選手だった奥様と一緒にスケートを滑ることはあるかなど佐野さんのプライベートへの質問もあってトークショーはとても盛り上がっていました。疲れもしないしねいいですか。なので滑ってやる気はしないですけど。トークショーの後には映画父ありきが上映されました。 ABC は手に内緒してるから、各 ACD は DEF と内緒し、小津安二郎青春の松という題目で掲げさせていただいてましたので、まあ、それはそれで今日も十分に皆さんに味わっていただけたんじゃないかと思っております。小津作品を全部見てますと、でこの飯高での代表教員時代の経験っていうのがいろんな作品に反映されてるなってことがよくわかりますし、実際にこのご当地でね、そこに体を置くとまた違う臨場感というか思いも込み上げてきますしね、意義深い会だになったんじゃないかなと思います。まあ、少なくとも僕自身にとっては貴重な時間になりました。はい、はい、今後も小津監督の検証を続けていきます。